先攻 MC ライム、後攻エチオチオでいきたいと思います。 yeah, yeah. レディーファイト。お前ら俺が大したことねって思ってんだろ。戦い方は一つじゃねってよく覚えとけ。 HHO 名前負けしてるようなそのバトルスタイル、ただただ上手いだけじゃこの先には上がれないぜ。俺は MC ライム、別にライムに特化したわけでもないが、どうかしてるようなこの導火線を燃やして今日も消化していくぜ。お前はどうだ、まだまだ客の口角を上げられずに降格していくようなバカだよ。導火線は一本だけだろ、お前すぐに灰になって終わりじゃんすか。俺高いところ灰にはならず、そのまま進んでいく。くわたこれクールに決めて、これはさじげてる。俺は音を集めてこの場で作るミュージック、ブームバップとかじゃないオリジナル。ブームバップとかじゃないオリジナル、そりゃ俺も持ってるぜオリジナル。だがどうだハイになる、だがお前は俺に負けて帰らず自前になる。まるで二枚舌、俺は中身のないラフをするつもりはない。こっからアンサー返していくだけ、お前のスタイル見極める。いや見極めたところで審査員がちゃんとジャッジしてくれるから大丈夫。まだフィルスとくどこまでいってもやめない気、また書くない気、俺吐くない気じゃないけど、まあ、これは道楽じゃなくて音楽乗せていくぜこのウォーラック。Yeah, トラップでもなんでもいい、この喉ボトケからも発信。喉ボトケだがどうだ、みんなが待ちぼうけ俺スモークタイムだけど、ここ同然俺勝ちに来てる、ここ甲子園。 What's good? お前は甲子園負けて砂を持って帰りな、俺は優勝持って帰る、お前は帰る胃の中の蛙、俺が今日勝利だって分からせ。 yeah, 砂も何にも持ち帰らずに、いわきに雅を持って帰るぜ。その後お前の首もいただく、ワンショットワンキル、これ俺のバース。これは見せてくだけだろうな。あーれ残念ながら砂は持ち帰らねえ、持ち帰るのはやっぱ雅、宮城じゃなく福島レップしてるファンキー。終了、レッツジャッジ。赤赤赤3対0で勝者 HHO。